おもろ町駅は沖縄県那覇市おもろ町4丁目にある沖縄都市モノレール線の駅である。駅番号は11。計画当時の仮称はマカビ駅であった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。エスカレーターエレベーターあり、モノレールと並走する国道330号の上に立つ。駅出口はおもろ町駅前交通広場 DFS ギャラリア。 沖縄への連絡通路となるペデストリアンデッキと接続している。2020年度の1日平均乗車人員は3119人である。開業後の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。駅西口に広がるおもろ町は米軍基地返還後の用地を再開発した新商業地区で長新都心、天久新都心とも呼ばれている。 おもろ町交通広場にある、おもろ町駅前広場は、沖縄本島中南部方面及び那覇、バスターミナルからの一部路線バスの起点、終点でもある。一方、駅東口のマカビ地区は、静かな住宅地であるが、ユイレールの開通で、利便性が増したことから現在再開発が進みつつ、ある。おもろ町駅前、広場バス停、朝戸バイパスに面している。 おもろ町交通広場からは、モノレールの高架橋を利用して移動できる。かつては、駅前広場発着の路線よりも、運行本数は多かったが、市内線や南部方面からの駅前広場への、路線新設、延長などにより、現在は、駅前広場発着の路線の方が、運行本数は多い。ただし、中部方面への路線に関しては、依然こちらの方が、本数は多くなっている。 出店、ありがとうございます。